日はマーソッカ祭りに来ています。うおー、わー、めちゃくちゃマーソッカの方がいます。こんな集まることある？ UKSF の皆さんもこれだけ集まりました。寿司三昧、寿司三昧。ということで今日は茨城県牛久市にあるサバイバルゲームフィールドエッジさんに来ています。スタート、ゴーゴーゴー。このように竹やぶがずらっと続いてるのですごく爽やかな風を感じます。パトリオット片手で構えれるからいいですね。竹の間をくぐらんかんかんかん精密がいりますね。ないやけどな、この間ないやけど竹に当たる。あ、ヒットか。うわぁ、同時に5箇所撃たれた。対戦で今から味方を撃ってきます。怖い、誰だ、もう全員が怪しく見える。ここでマーソック祭りコレクション。ショップの方が出店してくださっております。こちら野田さんのお店に来ました。はい、元フランス外人部隊でリキストアです。リキストアをされております。はい、ということで今日はあの私に似合う装備があるということで来ました。お、そうです。はい、上司の装備がということでタクティカルふんどしです。え、ふんどし、ふんどし、タクティカルに作りました。ふんどしタクティカルのわけないでしょ。無防備な感じの防弾ではありませんが、ペラペラや、色だけタクティカルなんじゃん、これ色だけじゃん。もう一点、はい、ベルクロタクティカル。
このフィールドではこの春の時期に独特の悩みがあるそうです。めちゃくちゃタケノコが生えてる。この地味なバリケ、このタケノコという食の誘惑に打ち勝ちながら戦うという、そんなフィールドです。風光明媚な京都のような竹林にあるフィールドなので、この春の時期にタケノコがたくさん生えてしまうそうです。頻繁に駆除はされてるんですが、約1週間でもうこのようにたくさん伸びてしまうということです。なので今日は私が駆除作戦を開始したいと思います。折れちゃう、こいつ分かってねさ、採取してきました。駆除完了。せっかくなのでこちら食べてみたいと思います。 BB 弾を浴びて育ったタケノコはどんな味がするのか。もうおいしんぼでもタケノコの刺身が超絶品だっていう回があって、あれめちゃくちゃ食べてみたかったんですよ。あ、ちょっと春っぽいいい香りがしてきました。あれ、え、タケノコってどこまでがタケノコ、これ。なんか一生めくれるんやけど。だってもうないで、これない。どうしよう、ここかな。ここがちょっと地面から出てたとこなのでちょっと硬いので、この下を、あ、あーすごい、タケノコだー、すごい美味しそう。真っ白な実が出てきました。アナと雪の女王の城みたい。いただきます。味がふまふま、うん、春の味、うわぁ、やばい、うわぁ、やばい、かっか、かっか、ふくらふまふ。うわぁあのね、タンポポの白い汁の500億倍苦くしたような味です。うわーすげー、全然違う。ちょっと待って、おいしんぼで何よりもタケノコの刺身がおいしいんだよって言って、確かあれ生で食べてたんですよ。